いやそれだから引っ張らんでいいわ。いや確かにいいゲームですね。いやかっこいいな、うん、はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、そうですね、まあ先ほどと同じ、まあ対射跡ではあるんですけど、まあお供の方が、ガルク2匹ですね、はい、先ほどまああのガルクとアイル1匹ずつ、連れてきたって感じではあるんですけど、まあこのように、まあアイルアイルだったり、はい、ガルクガルクだったりとか、うん、はい、組み合わせは、まあ、一人用の時は自由自在に、できるって感じになっております。かわいい、はい、ガルクの方にね、乗ったりするのも、まあ、どちらの方にも乗れたりとか、はい、できますので。いい、私も実際に乗りたいです、ね、実際に乗りたい、実際に乗りたい。でもあの回ってる時どっか見てましたやん、ちゃんとね、はい、ちゃんとね、もう一回見て、ほらちゃんと、ほあれ何見てんの、もう一匹を見てるんですか、これは。ほらほら、はあ、そしてすっかり忘れてましたけど、プレイヤーも女性ですね、これ、はい、あ、本当だ、あ、ちょっとこれ女性ですか、見せてほしいな、はい、降りてもろて、はい、この衣装を着たいって言われたやつの、はい、明るいとこ行きますか、うん、おっ、なんかおっと、なんかなんかすごいことやってますよ、はい、今なんか、これ、はい、映像でも気になってたやつ。いやいや、せっかくのキャラクターは邪魔って。我が社の可愛いワンちゃんなんで。あ、そこ入ったら見えるからね。あ、はい、なるほどなるほど。ここテント。お、うわ、線香や。でもこの衣装似合いそうですね、はい、絶対。なんか歌の衣装とかでも過去に着てそうなイメージありますね。なるほど。確かに。そうですね。え、これ何ですか、忍び伝みたいなそういう曲ですかね。はい、まあでも首周りのところ印象的ですよね、はい、そうですね、ちょっとフードみたいなものになってまして、うんうん、はい、うん、で背中にはマフラーじゃないですけど、そういったものがあのナビ化しているような装備になっております。はい、こちらのキャンプでもね、アイテムボックスや、まあ、お供の入れ替えだったりとか、アイルと切り替えたりとか、まあ、そういったものも可能ですし、またあの食事とかもね、よく、拠点の方、里だったりとか、はい、拠点の方で忘れてきたとしても、まあ、キャンプ内で、はい、できたりもできますので、うんうんうん、あとはアイテムボックスの方でも、まあ従来通りアイテム、の入れ替えだったりとか、うん、まあ、装備の切り替え、ちょっとまだね中ちょっとお見せできないんですけど、はい、14武器種か、はい、うん、一通り、今回用意してますので、うんうんうん、そういったものとかを切り替えながら、修行というか、まあ、ゲーム進めることが、はい、できるようになってはおります。なるほど、はい、いやガルクかわいいな、はい、そうですね、でも結構でかいよね、でかいですね、大きさ的には。そうですね、はい、うん、アイルとはちょっと、差別化するためにちょっとこういった大型の犬種でやってみたいなって思いがあってちょっと、ってみましたです、ね、まあ、ガルクの方もね、命令でその右下の方にアイテムスライダー、うん、まあ、従来のアイテムのコマンドの横に、アクションスライダーっていうのがありまして、そちらの方で、命令をするとこのようにちょっと、ガルクがやってきてくれて、乗ることができたりとか、まあ、乗ったガルクの方は、このように走れたりとか、あとジャンプとかも、自在に、できるようになっております。なるほど、ジャンプもいろんなところ先ほどもお見せしましたけど乗れたりとかできますので、えらい、え、おやつ、何を、なお手してる、ウケる、お手してるよ、可愛らしいですね、可愛い、まあ、いろいろこうやってちょっと、ゲームまああまり関係はないんですけどコミュニケーションみたいなものっていうのもちょっとガルクやアイルたちと取ることも可能だったりとかするんで、うん、はい、まあ、そういったものとかも、画面撮影じゃないですけど撮ってもらったりとか、まあ、そういったも可能になってるかなと思っております。はい、いやこれめっちゃ愛着湧くやつですね、ガルク、そうですね、そしてかけり虫の説明をまだしてなかったですね、さっきちょっとしてもらってましたけど、ほうほうほう、はい、あのかき虫、まあ、先ほどの映像、今回のゲームの中の一つの、はい、売りとしてます、まあ、かき虫を使ったこういった、はい、立体軌道を使ったアクションっていうのが新しい今作からは可能となっております。画面のプレイヤーの下の方に虫の形したゲージがあると思うんですけど、まあ、それを消費することで、まあ、こういった、まあ、かき虫って虫を飛ばして、まあ、かけり虫からあの、糸
を、出して、まあ、それに捕まってこういった移動が可能になったりとかしています。はい、ほうほうほう。いや、そこも登れるんですね。登れるんですね。なんだこの形。ちょっとね、犬っぽいんですよね、これ。そんなところまでフィールドを使えちゃう、ね。そうですね、うん、もう、ゲーム中実際見えるところは、うん、ほぼいけるような形になってますので、まあ、ちょっと隠れた、場所だったりとか、こういった高いところに登ると、まあ、最終場所があったりとか、はあ、はい、いろいろと、まあ、隠されたアイテムとかそういったものかも見つけてもらったりとか、そういったことも、可能になってますので、まあ、それで探索するだけでも、まあ、こうやってかきりむしのアクションを使いながら移動するだけでも結構楽しい、ものになってるかなと今回思ってはいますので。めちゃくちゃいい眺めですね、これ。そうなんですよ、安らぎますよね。ここからボトって落ちても、え、これハンターは大丈夫。そのまま落ちちゃっても大丈夫。いや、膝すごっ。ノーダメージ、うん、まあ、ずっとそうでしたけどね、よく昔からそうですね。ね、はい、あれ空中で一回ポンと出せるようなイメージなんですかね。だから、あの、うん、今ほとんど落ちましたけど、あの途中でまたかきり虫を使うこともできる。はい、ほう、途中でこのようにかきり虫で停止するようなこともできますので、はいはい、まあ、それで一旦考えてからはどちらの向きに移動するかとか、はい、うんうん、そういったこともできますので、まあ、慣れてきたらそういったのもだんだんと感覚で、うん、移動することもできるようになってくるんですが、うんうんうん、まあ、一旦ああいうふうに小休止しながらちょっと、行き先とか決めて、移動とかっていうのも可能になってきたりとかしますね。はい、おー、このなんかぶら下がってる、いるのって秒数とか決まってたりするんですか？はい、そうですね、まあ、そこら辺とか森さんにせっかく来てもらってるんで、はい、一応時間は決まってます。ほうほう、限定時間、まあ、ブランブランして、ブランブランがなくなったらだいたい落ちるぐらいですね。あの揺れがね。で、その間はまあ自由に、あの、回避などで飛んだりすることもできます。はい、なるほど。感覚で捉えてくれと、いうことですね。そうです。うん。ありがとうございます。いえ。いいんです。行きましょう、そろそろ。タッチのアクションみたいな。そろそろ、じゃあ、もぎさんの方がそろそろ先行きたいですね。もうそんなことある？僕もあんまり聞いたことなかったんで、そんなことあるみたいですね。どうやらこの辺りから、そろそろ行きますか。うん、そろそろ行きましょう。ね、そうですね。行きましょうか。はい。友達が言ってるんちゃうけど、そろそろ行こうやですよ。もう。先ほどもこちら、言ってましたけど、あとちょっとここで森さん降りてもらってもいいですか。はい。はい、先ほど、まあ、アクションスライダーの方から命令を行って乗ることも可能でしたけど、そのガルクの近くで A ボタンを長押しすることでこのように、ガルクに簡単に乗ることもできますので、うん、操作とかも、自分の好きな方でちょっと、選んですることも可能だったりとか、あとこのガルクに乗りながら今アイテム使ったりとか回復薬だったりとか、あと砥石を研いだりとか、まあ、そういったことも、はい、できますので。あ、すごい。実際モンスターがこう逃げていくところをガルクと一緒に追いながら、まあ、エリア移動してるときに研いだりとかしてるところを、まあ、移動しながらできたりとか、うんうんうん、はい、まあ、そういったこともちょっと可能になっております。はい、いや、これすごい嬉しいやつですね。はいはい、そうですね、うん、その間にもだからもう時間短縮ですもんね。このアイテムが使えるのは、あの、はい、ドリンク系とか種とかもいろいろいけるんですかね。そうですね、はい、あ、すごい、うんうんうん、これは。いや、あの、やっぱりそのそマップが出てますけど、うん、あ、大きい、 あれぐらいのマップはありますんで、やっぱ移動するのにやっぱりこういうガルクとかを使っていただいた方が、まあ、スムーズな時もありますね。そう、広いですね。そうですね、はい、またガルクとかこういう風な、あの、開けたところとかは移動で、とても得意なんですけど、先ほどのかけり虫とか使っていくと、うん、まあ、こういったショートカットじゃないですけど、道なき道とかも走破していけるようになったりとか、うん、はい、今回ちょっとそういった組み合わせだったりとかしますね。ガルクの方も、あの、その後追いついてくれたりとかするんですが、はい、あとちょっとですね、今回紹介したいものとして、目の前に今ちょっと丸い鳥が飛んでるんですけど、人玉鳥っていう、あの、
鳥なんですけど、まあ、これに近づくと向こう側から近づいてきてくれて、プレイヤーのステータス、例えば体力だったりとか、あのスタミナゲージだったり、まあ、攻撃力とか防御力とか、まあ、そういったものがちょっとあの強化される、このクエスト中、っていうような、仕様があります。はい、よく見てたらこうゲージがちょっと増えたりするんですよね。あ、そうですね。あれ、青頭さんいましたね。あれ、いました今。いました、ね、はい、青頭ちょこっとだけ、ちょっとこういうふうな、これは防御力が上がって縦のマークのやつが、はい、増えたりとか、はい、こうやって、まあ、モンスター行くまでのところをどういったルートを、うんうん、あの移動しながらプレイヤーを強化していくかみたいな、ちょっと簡単な RPG みたいな、まあ、そういった要素も、用意したりとかしてますので。今何とったんですか。今は体力やったかな。今は防御力、あ、体力ですね。体力ですね。はい、てかこうフィールド内にこういう建物があるってすごい珍しくないですか。うんうん、そうですね。はい、そうですね。これもちょっと、まあ、昔なんですけど、モンスターハンターポータブサードとか、そういった頃にあったようなやつ、うん、で、まあ、今回もちょっとそういった建物とかか、まあ、建造物、まあ、大社跡ってところなんで、うん、まあ、ちょっと、廃れた社みたいなところをイメージして、うん、まあ、自然とのそういった人工物の融合みたいなものっても、目指して、フィールドの方を今回ちょっと制作しております。うん、はい、苔生えてますもんね。ですね、はい、うん、あとガルクの口のところをちょっとなんか見てもらうと、なんか加えてます。なんか加えてます、ね、なんか加えてますね。はい、はい、ガルクはそうですね、武器を口に加えて、まあ、これを使って、まあ、モンスターに攻撃を加えてくれたりとか、はい、優秀ですよ。ですね、はい、かー、なるほどね。いやもうお口ポカーンですね。お、それはどっちがですか。いやこちら側こちら側がお口ポカーンだと。いやすごいなと思って、ちょっとずつ今情報を飲み込んでいってるわけですね。、はい、まずは景色も見てもらいましょうかね。この綺麗な、はい、素敵でしょ。もう癒しですね。なんか緑の匂いがしてきますもん、うん、見てる。あ、確かに、はい、ね、行きたいなこんなところ。いいですね。いいですね。もうずっと家にいますよ。本当に景色だけでも楽しんでいただいて。、ね、そろそろ行きましょうか。そうそうそうですね。ごめんなさいね、なんか自分のこと言っちゃってね。じゃないと森くんに言われちゃうからさ。そうですね、はい、行きましょう。森さんがね、行こうと言えば行くんです。はい、あ、じゃあ本当に苔生えてる。うわー、はい、すごい。どれぐらいちょっと年月経ってるのかところあれですが、じゃあまた四つ見ワードを探してちょっと、はい、タッチのアクションね。あ、そうですね、入るのはね、はい、タッチのアクションを行きましょう。そろそろね、せっかく森さんに来てもらってるんで、うん、はいはい、いろいろとちょっと、お話をね、してもらえたらと思ってますので、うん、すごい早いですね、ダッシュしたら。そうだ、あと、はい、右上に出てるのがモンスターのアイコンなんですけど、あら、アイコンもちょっと相手にそうですね、今回はね。ちょっとあの墨絵風っていうか、うん、はい、そういったタッチで今回ちょっとアイコンとかは入ってはいますね。お、これはなんだ、コケ、あららら、コケの大きいやつがいる。いや、コケの大きいやつが出てる。ちょっとエリア移動しちゃいましたね。いや、早いな、エリア移動。めっちゃ早かったですね。めっちゃ早かった。いや、いつも思うんですよ。ああ、移動めっちゃ早いなって。本当に多分モンスターもね、必死なんですよ。必死なんでしょうね。情報を出したくないということですか。あ、来た、いた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 、はい、でもすごい、逃げろ逃げろ逃げろってどういうことなんですか。どういうことや。はい、うわ、タッチですね。じゃあなんだこれは。じゃあこの説明を。はい、そうですね、まあ、うん、タッチの方も今回先ほどから、お話させてもらってます、かけり虫を使ったアクションというのが、いくつか、入れて、おります、まあ、そちらの方ね、森くんの方から説明をちょっと簡単にしてもらいましょうか。はい、わかりました、はい、お願いします。今回紹介するのは技を2つ紹介しようかなとは思ってまして、両方とも、このかけり虫を使った抜刀中のアクションのところで、名前を鉄柱試技、鉄の虫の糸の技で鉄柱試技と言います、うん、はい、で、太刀のところの技なんですけど、飛翔蹴りという技で、
はい、攻撃で前に飛びながら、一撃を与える技なんですけど、はいはい、まあ、一回ちょっと無駄に使いますね、うん、無駄に使うと、あの、見づらかったですね、ごめんなさい。まさかの1位で、はい、ね、川の段差のとこ行っちゃいましたね、草、はい、草のとこ行っちゃいました。まだ時間は全然あるから、はい、まだ時間全然あるんで大丈夫ですよ。そうで、普通の、かけり虫を使った移動とか、この鉄柱主義っていうのを使うと、ゲージ下のところのかけり虫のところのゲージが減るんですが、まあ、そこは技ごとにとか、決まってまして、うん、普通の移動のところとかだとこれは回復が早いんですね。で、先ほどの技とかになると、専用で、それぞれタイマーがまた変わっているという形になります。より強い技になってきたりとかすると、はいはい、かけり虫ゲージをまあ2匹使ったりとか、はい、まあ、技ごとに、まあ、武器の技ごとにちょっとそこら辺は違ったりとかするので、まあ、これも武器種ごとに試してもらえたらって感じやね。はい、そうですね。スピード違いますもんね、さっきの移動の時と比べると、はい、あ、やっぱ違うんですね、そうなんだ、はい、で、武器によってもいろいろ変わってくる。はい、おお、すいません、なんかダメでした？捕まれた、捕まって、あ、捕まってるわ、捕まれて、見よう、あー、おお、はい、お前なるほど、そういう感じもできる。今のは森さん説明してあげてもらえる、はい、今回かけり虫を使った、受け身が存在するんですね、はい、ダメージを受けてる時に、かけり虫を使って、うん、これはダメだ、受け身を取る、これは違いますね、ぶっ飛ばされてるし、いや、でも大事です。あ、ガルクが、ガルクが結構頑張ってるね、ガルクさんが頑張ってるおかげで、おっと、移動した、移動ですね。まあ、かけり虫が ありましたら、まあ、プレイヤーがダウンとかしてもその場から復帰するために、まあ、遠くに、移動できたりとか、まあ、回避がより、自由にできたりとかするんで、まあ、攻撃にかけり虫とかを使うのか、そういった、まあ、移動だったりとか、空中の、ジャンプだったりとか、先ほどの、受け身に残しておくのとか、まあ、そういったものをちょっとゲージを見ながら、戦略を立っていくような、まあ、そういった、感じに今回なっております。ゲーム、はい、あ、これは、はい、こちらが、当て身技と言ったらいいのか何なのかあれなんですけど、攻撃を受けて発動する、水月の構えという技ですね、はい、水の突きで水月です、はいはいはい、カウンター技みたいなのですね、はい、なるほど、はい、まあ、自分の前に自分のかけり虫の糸みたいなのを張って、うん、まあ、そこに攻撃食らうと、カウンターを行うみたいな、はい、技になっています、はい、で、今の水月の構え自体は、2ゲージ使う技となってまして、うんうん、まあ、より使いどころが重要になってくるという感じになりますね。なるほど、はい、で、最後にもう一個だけ技を見せようかなと思ってまして、多分、後藤さんはワールドの方とかやられてたんで、うん、馴染みがあるかとは思うんですが、はい、あ、ちょっといや、ああ、いや、カブト割りをやったんですけど、わかりますかね、わかります、わかります、最初に見せた秘書蹴りっていう技のところで、はい、オーラですね、タチのオーラがあるときに行うと、ワールドの時にやった、うんうんうん、あ、カブト割りになります、はい、まあ、いろいろと、はい、かけり虫使ってそういった、うん、まあ、技の連携とかにも組み込めたりとか今回、はい、していますので、なるほど、またちょっと、遊びの感覚とかっていうのは、今作用にいろいろと、まあ、まあ、変えてるって言ったらおかしいですけど、うんうんうん、調整していますので、まあ、そこら辺も楽しみにしていただければといった感じですね、はい、おお、ちょっとなんか大きくなったりですね、モンスターのなんか岩運んでますねどうするんやろ、かわいいですけどね、もうぶち割りましたよ今
イラッとしたぶち割ってました。今多分お供に多分投げつけた感じ なるほど、まあ、体が大きいとあのようなちょっと大きな岩を持って投げたりとか、はい、まあちょっと力強い攻撃っていうかね、まあ、鈍球になるけどその分パワフルな攻撃っていうのを、行ってくるような感じのモンスターですね。へ、はい、あでももうお口周りが結構傷ついてますね。はい、あいろいろ試さないといけないから、しょうがないのかな。じゃあそろそろ4つ目ワード大丈夫ですかね。そうですね。はい。はい。いやーもっ